出ました、ピアノロですね。いや、いいですね。ビギナークラスならでは、ね、ヨーヨーとディアボロが存在する唯一の部門、ね。あれ、彼見たことありますか？さあ、小学6年生の筑波門からですね、お越しいただきました。ありがとうございます。よくですね、この前、僕にですね、クラブを助けを教えてくれたことですね。あ、はい、なるほど。じゃあ、主催は村木氏に、師匠ということでも。そうですね、カスケードこうやってやるんで、多分教えてくれたことじゃないかな。まあ、だって準備 OK でしょうか。はい、OK です。はい、すいません。OK ですね、ちょっと無理やり言いましたけど、すいません。じゃあミュージック、OK。 じゃあプレイヤー準備、OK。 それでは、始めていきましょう。2014、浜松ヨーヨーコンテスト、ビギナークラス、永谷龍太郎選手です。